はい、どうも皆様お久しぶりです。ノブキックスこと千田信之です。普通にね、動画を上げるのが久しぶりというか、最近交流会の動画とかしか上げてなかったんで、ちょっとたまにはね、チャレンジ企画でもやってみようかと思いまして、今回この動画を撮ってます。で、今回どういうチャレンジ企画をするかっていうと、僕ね、今日東京から帰ってきたばっかりなんですよ。で、東京から帰ってきて、歩いて帰ってきたんですが、キャストをしながらね、歩いて帰ってきて、なんかお腹空いたなっていうので、コンビニに寄ったんですよ。で、コンビニに寄ってあるものを買って、これでちょっとチャレンジ企画をしてみようかなと思って買ってみました。それがこれ、じゃん、ペヤング超大盛り焼きそばです。はい、このペヤング超大盛りの焼きそばで何をするかっていうと、早食いですね。で、本当はなんか普通のペヤング超大盛りで早食いするんですけど、今ね、このハーフ&ハーフが流行ってるみたいで、ファミリーマートにこれしか売ってなかったんですよ。で、ちょっとね、激辛が入るんでどうかなと思うんですけど、まあ、混ぜたらそんな辛くないだろうと。で、それでちょっとね、普通の早食いチャレンジよりは遅くなる、変わらないかな。まあ、やったことないんで分かんないんですけど、とりあえずやってみたいと思います。で、日本記録が42秒、これ42秒食べるってめちゃめちゃ早いです。42秒で、世界記録が40秒ぐらいだったと思います。ちょっと調べてみて、間違ってたら何か訂正していただければいいと思いますので、よろしくお願いします。で、普通のその動画を見てみて、で、ペヤング超大盛りの早食いをされてる方結構いらっしゃるんですけど、大体の早い方で1分4秒5秒ぐらいで、普通でも早い目の方で1分10秒ぐらいですかね、で食べてらっしゃいますね。僕もその1分10秒ぐらいを目安に食べれたらいいなと思ってるんですが、まあ、いかんせん初めてのチャレンジなんでどうなるかわからないですが、しかも激辛が半分ってことで、ちょっとハンデ的なものがあるとは思いますが、まあ、とりあえずお腹空いたんで早食いチャレンジやってみたいと思います。今日はペヤング超大盛りの早食いチャレンジです。はい、それではね、早速ちょっと作っていきたいと思います。で、インチキしてるって言われるのが、まあそんなに大きいタイムは出ないと思うんですけど、インチキしてるって思われるのが嫌なんで、皆さんに、うわ、すげえね、やっぱペヤング大盛り超大盛り食べたことない方、見たことない方いらっしゃるかもしれない。こうやってね、2つ入ってるんですよ、2つペヤング超大盛り2つ入ってます。こっちが激辛ソース、こっちが普通のソース、で、あのがこれスパイスとふりかけです。これ全部入れなきゃいけないみたいなので、これ全部入れます。で、お湯が沸くのを待って入れていきたいと思います。で、お湯もこの場でね、ここでこぼして作っていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。じゃあ、お湯が沸けたみたいなんで、お湯を入れたいと思います。お湯沸けましたんで入れたいと思います。あっ、熱っ、とりあえず3分待ちたいと思います。3分待ちです。よいしょ、だいたい3分経ちましたんで、お湯吸っていきます。待って、すげえ量だ。こっちが普通のソース、これ別にも混ぜたらいいかな。一回食べたんですよね、実は。混ぜようかな、めんどくさいんで。これも入れちゃいます、辛いやつ。この前食べた時辛くなかったんですよね。そんな辛いの辛かったですけど、そんなには言うまで
辛くなかったっていうイメージがあったんですけどね。スパイスと、もう全部入れちゃいます。スパイスとふりかけ、ふりかけ入れます。でタイムはこちらの、じゃあストップを押してやっていきたいと思います。じゃあ食べていきたいと思います。いきますよ、いきますよ。お、辛そうに言うじゃん。スタート、いただきます。辛っ。あれ？ごちそうさまでした。タイムはね、2分36秒7。これ。これ1分とか無理っすね。これ1分。激早っす、皆さん。カレー、ああ、辛い。皆さんもね、よかったらチャレンジ企画、迷うことがありましたね。ペヤング超大盛りハーフ&ハーフのね、早食いチャレンジをしていただければいいと思います。じゃあ本日はちょっと汚い感じな動画になりましたが、ノブキックスペヤング超大盛りの早食いチャレンジをしてみるでした。じゃあまた、ありがとうございました。マジカレー、これぶっちゃけこれ飲まんでもいけるやろと思ったんですけど、
辛すぎて、いや普通に食べたらね多分そんな辛くないんですけど、こう早食いするのには向かない辛さですね。ごちそうさまでした。